はい、ご飯作ります。今日はヨダイ料理を作ります。中華スープをやや温度低めで茹でた鶏胸肉に辛いタレをかけた料理で、甘かったり酸っぱかったり辛かったりという喜怒哀楽な料理です。上に乗ってる三つ葉はパクチークエダラ乗せてください。自分は遠慮します。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、よだれ鶏の完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいですね。これはずっと食べてられますね。無限レシピですね。これはこれ、うん、今回もその1時間で収めるのを目標に作りました。はい、スープ作りながら野菜切ってのせるっていう全体的な流れを把握できてれば、うん、30分でいけんじゃないですかね。ただ鶏胸はやっぱ最低でも30分はいないといけないので、うん、まあ、急いで30分ですね。無理か。まあ40分でいけるんですね。で、炊飯器ある方だったら炊飯器最初押しちゃってっていう感じでやれば、まあ1時間あれば余裕でできるって感じですかね。今回野菜もしっかり取れてるなと思ってて、今回の野菜はカブとズッキーニでしたけど、何でもありです。たまたまカブとズッキーニがあの市場っていうか、なんていうの、100円なんか、なんていうの、貯金箱みたいなの入れて買えるんですけど、それで買ったんで、たまたまあったので買いました。まあ、よだれ鶏の方なんですけど、鶏胸肉は沸騰手前で茹でることでとてもしっとりしています。もちろんもうちょい下の温度で70度とかその辺の温度で2時間とか3時間とかやればもっとしっとりするんですけど、うん、今回のやっぱよだれ鶏に関してはある程度歯ごたえあった方が好きですね。前の中華屋さんとかだったら割と結構低温でやってたりとかもしてたんですけど、まあ、それと時間もやっぱ短く済むんで、まあ、こっちの方が、まあ、晩ご飯向きなのかなっていう感じですかね。まあ、お酒飲むんだったら低温調理でもんっていう感じですかね。まあ、どっちでもいいです、それは。で、あとこのタレはよだれ鶏のタレとしても使えますし、要はや、なんて言うんだろう、茹でた野菜とお肉に何でも合うんで、冷しゃぶとかのタレとかにも使えると思います。ちょっと多めに作っといて、ちょっと忘れた頃にまた材料変えて作ってもいいかなって思いましたね。まあそんな感じでしょうか。まあ寒くなってきたんで、こういう辛い料理もいいんじゃないですかね。ぜひ作ってみてください。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。